かわいい。おだり見てごらん。見えないね。目。うちなんちみんな友達。視聴者さんに教えてもらったパン屋さんに行ってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。この前も二日酔いだった。なんで二日酔い？の次の日。パン屋さんなの。パン屋さんなの。パン屋。デジャブ。ゴーダパンって。ゴーダチーズ。あ、ゴーダパン。ゴーダチーズ。うん、はい、じゃあダーリンは？おお、無チーズ。キーマ。なんだった？キーマカレー。卵なんじゃあじゃあ昨日も気になったけど二日酔いには無理かな。声が小さいってよ。もう声も出ないって、グロッキーって今温めたい。ブルーチーズではない。大丈夫だからよ、確かめたって。じゃあ、ホワイトチューブに食べてから。うん、何て書いてあるの？キンキン。いっぱいあったね、種類ね。うん、チョコパイ、チョコパイ、カスタード、クリームと、なんか板チョコが入ってみたいな感じ。おいしそう。一目惚れしてやるやつ。うん、絶対これ買うって決めた。絶対これ買うと思ったって。うん、これはサクサクだった。うん、いけるかもしれない。まだ到達してない。何に？アニザとするところ。うん、チョコレート、チョコレート入ってる。うん、二日酔いでもいける。うん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 。とりあえずストップっていう。うん、もったいないってその時に食べるんじゃなくてから。うん、ちょっともうちょっと回復してから。お腹空いた時に食べた方がいいね。じゃ、グレープフルーツジュース買いに行く。うん、一番二日酔いに近いやつが欲しい。うっちんがいいってば。うん、うん、誰がやった？うちなんちゅう。誰？誰？ずっしり。今これ買ってきました。ソロマック。美味しくない？うん、あのマウスウォッシュに近い。うん、うん、ね、これさっきのと違う？違うよね。うん、違う。これパンに似てるんじゃない？でも結構パリパリだよ、周りが。うん、美味しくない。これ美味しいよ。The next day。 どうですか？うまい。いい匂いするってとってもいいね。どう？パイ。うまいよ。昨日とどっちが美味しい？同じものだと思うけど、今日の方が美味しく感じる。使いがないから。体力の問題だった。うん、同じもの。うん。3 hours later。飛行機。年越しそばゲット。ゲット。さんにいるみたい。できるわ。違う。今さっきのただのダンスやし。これ好きかと思った。The next day。
すごい、これを通り越してたね。今年も大変お世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。お願いします。皆様もどうぞ良い年越しをお過ごしください。行く年来る年ボン。ありがとう、バイバイ。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。また。